台風10号が鹿児島県の薩摩川内市付近に上陸しました。衛星レーダー画像で見ていきたいと思います。台風の中心付近の活発な雨雲、7時ごろから鹿児島県の沿岸付近にかかっておりまして、ほぼ真北に進んだという状況になっております。このタイミングで鹿児島県の薩摩川内市付近に上陸したというふうに見られております。実際に周辺の風の解析で見ていきましても、6時30分の時点で鹿児島県の沿岸にちょうど風の渦が形成されておりまして、これが7時から7時半頃にかけて陸域を進んでいるような形になっております。この後8時の時点では完全に陸地に台風の中心が移ったということで、台風の上陸が発表されたということになるという状況になります。こういった台風の中心付近の活発な雨雲、現在は鹿児島県内を通過しているような状況で、台風の北上に伴いまして、この後は北部から熊本県へと広がっていく見通しです。台風が上陸したとは言いましても、この後すぐに陸地の方に寄ってくるということではなくて、今後もほぼ真北に進みまして、東シナ海の沿岸部を進んでいく可能性が高いというふうに見ております。このため台風の周辺の活発な雨雲というのが鹿児島県から熊本県の沿岸部、この後は天草方面などに進んでいくと見られますので、この方面では激しい雨や猛烈な風などに警戒が必要です。台風の上陸に関する速報をお伝えいたしました。